二十世紀最後の年。三月二十六日、日曜日。二十世紀最後の年。念願の就職も決まり、今日から日記をつけることにする。ようやく真人間となれたもの、の、真人間とは何をするものなのかと、貧弱な頭をひねった結論が、日記である。長年、親のすねに寄生してきた代償は思った以上に大きい。 4月1日土曜日。本日より仕事である。誰しも一度は耳にしたことがある電気メーカーが私の職場となる。今日まで地の底を見上げていた私のような人間が必要とされる。これほどまでに胸が高まるのはいつ以来だろうか。初日で土曜日ということもあり、簡単な説明で大金となる。 4月3日、月曜日。最初に与えられた仕事は、冷蔵庫の扉の耐久テストだ。冷蔵庫の扉が何回の開閉までなら正常に使用できるかを評価するらしい。作業はしごく単純で、一定の力加減で扉を開閉し、開閉した回数を数えるのだ。学のない私でも、 最先端の技術に貢献できることを、とても誇りに思う。今日は、2万5000回の開閉で退勤。4月10日、月曜日。耐久デストを開始して、1週間が経つ。扉は壊れるどころか、正常そのものである。これほどまでに頑丈な扉を作る技術があるのは、本当に素晴らしい会社だ。 私の境遇がいかに恵まれているか、改めて痛感する。4月25日、火曜日。この世に生を受け、幾年月、初めて自分の力で金を稼いだ。会社の行為で、商品の冷蔵庫を安く譲ってもらえることとなる。早速家へと帰り、感謝の気持ちを込め、冷蔵庫を母親に送った。 これの新型の開発に携わっていることを話すと、涙して喜んでくれた。初めての給勤と、初めての親孝行。なんと素晴らしい日であろうか。5月12日、金曜日。真に頑丈な扉である。100万回の開閉にも、歪み一つ見せない。最近、扉を開閉する音が耳に残り、 なかなか寝つけない。6月19日、月曜日。夜中に目が覚める。腕が、扉を開閉する動きを繰り返していた。7月15日、土曜日。どこまでが腕で、どこからが扉なのか、時々わからなくなる。8月30日、水曜日。突然、 冷蔵庫の中に蝶が紛れ込んできた。開閉作業を中断し、蝶を探すが見つけられず。9月3日日曜日。冷蔵庫を開けると妖精と目が合う。なるほど。蝶も幻覚だったのだ。9月28日木曜日。冷蔵庫の妖精が日に日に醜にく,くなる。 その行走は、まるで鬼のようだ。10月16日、金曜日。夢の中でも扉を開閉している。夢と現実の区別がつかない。11月22日、水曜日。仕事中、気がつくと一週間が過ぎていた。12月31日、水曜日。今年も終わり。 それにしても頑丈な扉である。ジスノート。四畳半の錆びれたアパート。ああ、デスノート欲しいな。持っていた漫画を閉じて、彼は呟いた。殺したい奴ならたくさんいる。ムカつく上司に生意気な後輩。高校の時、 俺をいじめた不良たち。それに、彼は考えるのをやめた。バカバカしい、悪魔なんているわけないか。そう呟いた彼の前に、背広姿の男が立っていた。な、なんでお前、どこから入ったんだ背広姿の男は、顔色を変えずに答えた。悪魔です。え 彼は目を白黒させ、言葉にならない声を上げた。悪魔と名乗る男は、表情を変えないまま言った。消したい人がいるんでしょう。ただし条件があります。まず、血の繋がった人は消せません。消せるのは三日に一人だけです。そして報酬として、一人消すたびに、あなたの寿命を一年間いただきます。いかがです 何とも言えない迫力に、彼はただ無言で頷いた。じゃあ決まりですね。消したい人はこのノートに書いてください。それではまた。悪魔は、音もなく姿を消した。数分経っただろうか、彼は冷静さを取り戻し、悪魔が置いていったノートに手を伸ばした。ディスマークの入った普通のノートだ。 これがデスノートいや、ジスノートか。試しに、彼は嫌みな上司 T の名前を書いてみた。二日が経ち、三日が経ち、一ヶ月が経ち。T は死ぬどころか、風さえ引きそうにない。これ騙されたかな。そんなことを考えながら、半年が過ぎたある日、彼は交差点で、 信号無視のトラックにはねられた。全身に走る痛みと薄れていく意識の中で彼は考えていた。そういうことか。悪魔は確かに存在したようだ。お兄ちゃんの日記。12月15日。さて。 何を書くものか。誰かに見せるわけでもないが、なんとなく最初は自己紹介。両親を墜落事故で亡くした俺は、去年から妹と二人暮らし、だったのだが、その妹は、今年の春から留学中。帰ってくるのは三月だ。というわけで、今年の冬は一人で生活。暇だから日記でも書いてみる。ちなみにこれは、 妹が去年のクリスマスにくれたノート。ツいーの絵が描いてある。うん。意外と描くことないな。今日はもう寝ることにする。妹、おやすみ。12月16日。ペンは持ってみたものの、描くことがない。妹との思い出を描こうとしても、なかなか手が動かない。本当に俺って妹がいないと何もできないんだな。 妹に会いたい。12月17日、今日は友達に合コンに誘われた。何でも、クリスマスに合コンをやるらしい。妹に行ったら怒るだろうか。12月18日、ふと、俺を叱る妹の顔が頭に浮かんだ。もうお兄ちゃんったらしっかりしてよね。ってまた言ってほしい。絶対に言ってくれないけど。 12月19日、妹から電話が来た。合コンのことを話したら、別に、いいんじゃない勝手にすればって言われた。気にしてるのかなかわいいつだ。もちろん俺は行かないぜ。妹に会いたい。12月20日、妹に、去年のクリスマスにあげたプレゼント。今は俺が大事に使っています。 そういえば、今年は妹にプレゼントを買わないから、お金が結構余ってるな。はぁ、あ、妹に会いたい。12月21日、妹に会いたい。正月には帰ってこないらしいから、会うのは3ヶ月以上先か。お金は貯まったし、アメリカ行きてえな。12月22日、妹に会いたい。 妹に,いい妹に会いたい。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 12月23日、妹から電話が来た。送り主不明の人からクリスマスプレゼントが届いたって驚いてた。サプライズとか、お兄ちゃんさすが。12月24日、決めた。お兄ちゃん妹のところに行きます。俺、 妹がいないと無理だ。ということで、これが最後の日記です。それでは。12月25日、メリークリスマス。妹から電話が来た。クリスマスパーティーをやったんだそうだ。そして妹は急遽、日本に帰宅するらしい。危うく俺がアメリカに行くところだった。妹は、お年玉がそんなに欲しいのかそれとも俺に会いたくなったか かわいいやつだ。お年玉たくさん用意して待ってるからな。12月27日、信じられないことが起きた。日本に向かう飛行機が墜落したそうだ。死体が握りしめていた俺からのプレゼントの財布の中身で身元が判明したらしい。一日おきに書いていた日記も今日で最後にする。ページはまだ残っているから、悲しみから立ち直ることができたら、 来年の12月に、妹との思い出でも綴ろうと思います。お留守番。ママ、今から帰るからね。うん、わかった。ちゃんとお留守番してたうん。ケーキ買って帰るからね。うん。あ、誰か来た。宅急便屋さん待ってて。 行かなくていい。おまわりさんだった。開けちゃダメ。もうここにいるよ。十年後、母とはまだ会えていない。私から母を奪ったこいつらを、私は許さない。戸柱神社。近所に、戸柱神社というのがある。 戸柱というのは普通、十体の土木の神様を祀っているので、戸柱らと呼ばれるそうだが、不思議なことに、その近所の戸柱神社では、九体の神様はわかっているのだが、十体目の神様の記載がどこにもない。卒論の研究で、民族閣のフィールドワークをしていたとき、出会った地元の沖縄が、ふとこんなことを言った。 戸柱さんは火を嫌うんですさ。思わず聞き返した。どうして火を嫌うんですか昔から火は遠ざけていたのです。工事の衆もおることですから。そう言って沖縄は言葉を濁した。大学に戻ってこのことを教授に話してみた。教授は鼻を鳴らしていった。 君は土木工事に祀られるご神体って何か知っているかいさあ何ですか戸柱神社がなぜ火を遠ざけるのかそれはまがまがしい出来事の音をひたすら隠すためではないかなそれがわからなかった戸柱の神様だったんですか戸柱の神は 常に入れ替わっていたのかもしれないね。出会い系のプロフ。暇つぶしに出会い系を見ていたら、中学時代の友人だった S という子のプロフを見つけた。ハンドルネーム、趣味などは適当だったが、写メを見た瞬間 S だと分かった。〇〇し、 私の地元、在住とあるので、間違いない。これは連絡を取らなくてはと思い、すぐに貼られていたステアドにメールしました。S, S だよね。覚えてるかな中学で一緒だった〇〇だよ。すると、すぐに返事があった。〇〇ちゃん。うわ、懐かしい。あの掲示板で見つけてびっくりしたよ。変わってないね。やっぱり可愛いな。 今どうしてるの学校に通ってるよ。あ、じゃあもしかして、丸〇大学家近かったよね。そうだよ。すごい。中学から成績優秀だったもんね。そんなことないよ。しかも最近、裏の道路が工事中で、勉強に集中できないんだ。裏の道路って、丸〇通りそうそう。なんか新しい店を作るみたい。 そうなんだ。コンビニの隣ってずっと空き地だったもんね。うん。〇〇ちゃん、よく覚えてるね。だって、S スの家はしょっちゅう遊びに行ってたじゃん。中学近かったし、隣の公園でサボったアイス食べるのとか最高だったよね。次に来たメールを見たとき、私は背筋が凍った。特定した。ありがとう。 出発前。おい、まだかよ。俺は、女房の背中に向かって行った。どうして女という奴は、支度に時間がかかるのだろう。もうすぐ済むわ。そんなに急ぐことないでしょ。ほら、翔ちゃん、バタバタしないの。確かに女房の言う通りだが、せっかちは俺の将軍だから仕方ない。今年もあとわずか。 世間は慌ただしさに包まれていた。俺は背広のポケットからタバコを取り出し、火をつけた。いきなりで、お父さんとお母さんびっくりしないかしら。なに、孫の顔を見た途端ニコニコ顔になるさ。俺は、傍らで横になっている息子を眺めていった。お待たせ。いいわよ。あら。 んどうしたあなた、ここ、ここ。女房が俺の首元を指さすので、触ってみた。わ、忘れてた。あなただったら、せっかちな上にそぞっかしいんだから、こっち向いて。あなた、愛してるわ。女房は、俺の首回りを整えながら、独り言のように言った。 なんだよ、いきなり。いいじゃない、夫婦なんだから。女房は下を向いたままだったが、照れているようだ。そうか。俺も愛してるよ。こんなにはっきり言ったのは、何年ぶりだろう。少し恥ずかしかったが、気分は悪くない。俺は、女房の手を握った。じゃ、あ、行くか。 ええ。俺は足元の台を蹴った。消防士と警察官の友人。俺の友人に、東京消防省の消防士と地元交番の警察官がいて、お互いにとても仲がいい。そんな友人たちの話なんだが、 この前久しぶりに会って、居酒屋で三人で飲んでいたんだ。この前現場があってさ、親子三人仲良く、川の字になって、黒焦げで死んでたよ。よく、火事になったら落ち着いて逃げましょうなんて言うだろう。それは不可能なんだよね。ガスを吸うと、まず体が動かなくなるわけ。意識のある中で、じわじわと焼かれていくんだ。 だからきっついだろうな。書で聞いたな。その事件放火じゃなかった。ひでえことしやがる。最近俺も仕事で行ったよ、現場。駐車場で、練炭自殺があってさ。まジやっぱりおっかね連練炭なら苦しくないなんてのは大嘘らしい。顔が変だったもの。少し前、硫化水素なんてのも流行ったな。あれもダメ。 あっさり死ねるなんて大嘘。ガスマスクしてないとまずい。実際緑色に顔変色して、苦しみもがいて死ぬから。それも聞いたな。ここらで流行ってるよな、最近。まあ確実なのは、やっぱり縄で首吊りだな。それも、誰にも発見されないように樹海で。怖え話すんなよ。まるで完全自殺マニュアルみてえじゃねえか。馬鹿言うなよ。 そして別れた後、警察の友人から電話がかかってきた。おい、今日の話は誰にも言うな。結構真剣な口調だった。いきなりのことで全く意味がわからない。それがなんだか怖かった。心霊写真を撮ってみたい。 友達と二人で話していたら、久しぶりに心霊写真を撮ってみたいと誰かが言い出したので、近くの参道に残殺事件があってから未だに取り壊されずに残されていた民家があるので、夜中に行ってみた。玄関から今、風呂場とトイレ、キッチンに父親の部屋、階段から2階に行き、子供部屋からベランダ、母親の部屋、 階段を降りて一階へ。最後に家をバックに一取りつつ、片っ端から写真を撮って帰った。そして今日、出来上がった写真を見て俺たちは驚いた。何も写っていないのだ。もちろん、俺たちは普通に写っている。霊的なものが何も写っていなかったのだ。おかしくね。もう成仏しちゃったとか、じゃねえかな。 やっぱそうなのかなじゃああそこ行っても、もう心霊写真撮れないってことか。無駄だったな。そうでもないよ。行く途中に、結構周りから孤立してる民家が一軒あるから、次はそこ行こうぜ。おおマジで。そこも廃墟。なわけねえじゃん。普通に人住んでたよ。今日の夜行こうぜ。オッケーわかった。今のうちに適当に準備しとくわ。楽しみだ。 かなり久しぶりだから、何かワクワクする。同窓会。その日、僕は同窓会に行きました。みんなのムードメーカーの A。頭が良くてわからない問題を教えてくれた B。クラスのマドンナで、みんなの憧れだった C。僕はまた、 この愉快なメンバーと騒げることに幸せを感じました。ワイワイガヤガヤと思い出を語っているうちに、ついに最後の修学旅行の話になりました。飛行機の中すごかったよな。だってファーストクラスだぜ。そんなことを話していると、いきなり空気が変わりました。なんだと思って見てみると、基礎が、基礎基礎がなぜここに さっきまで馬鹿騒ぎしていた A も B も C もクラスのみんなもそして私も怯えました。基礎は一人一人の席の前に立ち溝をかけて回っています。基礎が私の前に来た時思わず叫んでしまいました。お前はあの時いなかった。お前はこの世にいないはずだ。と。 特殊能力。あと十分ほどで真夜中になるという時間帯に、私は特急電車に乗っていた。やがて、途中の駅で一人の男が乗り込んできた。その男は、電車のドアが閉まると、突然我に帰ったように、乗客の顔を見回し始めた。すみません。あなたの年齢は28歳ですか 男は私に話しかけてきた。そうですが、どうしてわかったんですか私が聞き返しても、男は無視して、また別の人に話しかけた。あなたの年齢は45歳ですかそうですけど。あなたは62歳ですね。どうしてわかったんだそんなやりとりを繰り返していく。 どうやらその男には顔を見ただけで年齢を当てる特殊能力があるらしい。次の停車駅まではまだ15分以上ある。私を含め乗客たち全員その男に注目し始めた。あなたは50歳ですね。そうですが、あと5分で日付が変わったら51歳になるんですよ。最後に質問された女性は 笑顔でそう答えた。年齢を当てていた男の顔が、その途端に青くなった。すごいですね。百発百中じゃないですか。私は男に話しかけた。すると、男は青い顔を私に向け、こう言った。私が見えているのは、あなた方の寿命です。 日記帳を読む少女。ある昼下がり、小鳥のさえずる森の中を一人の少女が走っていた。お母さん、どこにいるの叫ぶ少女。だが答えはない。そのうち少女は、とある家の前にたどり着いた。ここね、ここにいるのね。そう言って、少女は扉を開けた。 だが、そこにあったのは、たった一つの日記帳。何もない家の中心に、ぽつりと置かれている。少女はそっと手に取り、読み始めた。5月16日、明日は楽しい楽しいクリスマス。プレゼントがいっぱい。とっても楽しみ。5月17日、サンタさんが来ない。サンタさんが来ない。 サンタさんが来ない。5月18日、昨日はとっても楽しかった。サンタさんにいっぱいプレゼントをもらっちゃった。でもおかしいな。そのプレゼント、どこに置いたんだろう。9月33日、時計の針がね、ゆっくりゆっくり、私に近づいてくるの。12月65日、今日ね、 お外に出てみたの。そうしたら人がいっぱいいたんだよ。いっぱいいっぱいいたんだよ。でもみんな変な色だった。なんでかな。少女は突然、日記帳を閉じた。少女は気づいてしまったのだ。そう。少女は気づいてしまったのだ。 年上の男と同棲。昔、ものすごく年上の男と同棲して、三ヶ月後、その男が逮捕され、私も警察に呼ばれ、事情を聞かれた。警察では、好きなものを取っていいよと、そばへのメニューを見せられ、天ぷらうどんをご馳走してもらった。冷たいものを飲みたいと言ったら、水が出てくるかと思ったが、 缶のお茶をくれた。警察は、彼はしばらく出てこれないと思うよと。聞けば、彼は前科14班だった。飲酒運転で捕まった過去は知っていたが、最後に、普通の車で家まで送ってくれた。彼が工事所に移された後、警察官が二人で心配して、様子を見に来てくれた。 玄関を開けた時の最初の一言が、おお、生きてるか、だった。警察は、思ったよりも優しい人ばかりだったな。犯人からのメッセージ。遺族。和ずは、本当によくできた妻だった。そして、萌えと静香も、 実に素直ないい娘に育ってくれて、私は本当に幸せだった。なのに、ある日、そのすべてが奪われた。私が深夜残業から帰ってくると、ダイニングテーブルの上に、私の家族の首が整然と並べられていた。しかも、愛犬のラルフの首までも。あまりに突然の悲劇に、私は腰を抜かし、 ただただ叫び続けるより他なかった。あれから常に考えるのは、なぜ犯人は、このような惨劇を実行したのだろうか、ということだ。ここまでするということは、私に対して相当な恨みを持っていたということに相違ない。しかし、自慢じゃないが、私は今まで生きてきた中で、そこまでの恨みを誰かから買った覚えなどないのだ。 そういう風うに生きてきた。ただ、家族との幸せを守るため、波風立てずに生きてきたのだ。なのに、なのに惨劇は起こった。今でも、あの時の光景が蘇り、叫びたい衝動を抑えることができない。ああ、ああ、助けてくれ。犯人は何がしたかった。私に何を伝えたかったのだ。 そう考えるたびに、不条理が私を苛む。私は答えが知りたい。彼の意図を知りたい。そうでなければ、私はいつか気が触れてしまうだろう。ピンポン。呼び鈴が鳴った。私はインターホンを取る。夜分にすみません。鈴木次郎様宛てに宅急便です。若々しい。 ハきヤきとした声でそう聞こえた。誰からだろうか和美の母からかなどと思いつつ、私は玄関に向かった。事件より一週間後の週刊誌の記事より抜粋。まずは、不幸にも偶然が重なり、犠牲となった彼らに、心からのご冥福をお祈りしたい。しかし、あまりにも恐ろしい事件だった。 殺害方法もさることながら、驚くべきは犯人がそこに添えたメッセージだ。事件以降、ネットなどで盛んに議論が続けられていたが、それが明確になった当初、多くの人は皆、そのメッセージに首をかしげた。なぜならば、浮かび上がったメッセージは、そのメッセージへたどり着くためのプロセスそのものを指しているように見えたからだ。 その後、これでは動画反復だ。やはり単なる偶然だったんだ。などの意見が散言されたが、やはり著者はそこに賛同できない。それが指し示しているのは、その行為それ自体。あるいは、そのプロセスこそがメッセージだ。ということだったのではないだろうか。つまり、恐ろしいことに、彼はただただ単純に、 我々にこう伝えたかったのだ。これが、本当の。彼女からの電話。昨晩、飲みすぎたせいか、どうやら寝すぎてしまったようだ。しかし、今日は大休で休み。人が働いている時に休みなんて、ちょっとした優越感を感じながら、 重たいまぶたをこすりながらテレビをつけた。テレビに目を向けると、司会者と観客が、それではそろそろお友達を、ええー、と、いつものやりとりが行われていた。さて、今日は何をしようかな、と一人ごとをつぶやいたときに、不意に携帯が鳴る。どうやら彼女からの電話のようだ。もしもし。あ、おはよう。 今日、行きたいところがあるから一緒に行ってもらってもいいそういえば前にも、ラーメン屋に一人で入るのが恥ずかしいとか言って、付き合わされたっけ。その日は特に予定もなかったので、二つ返事で OK した。ありがとう。じゃあ、今晩部屋まで迎えに行くから、待っててね。そう言うと、彼女は電話を切った。しかしひどい二日酔いだ。 先ほど起きたばかりだが、耐え切れずに俺は再び横になった。誰かが喋っている声で目が覚める。どうやら、テレビをつけたまま眠ってしまっていたようだ。テレビでは、午後のワイドショーをやっていた。その番組を見た途端に、眠気が一気に吹き飛んだ。どうやら、今朝大規模な列車事故があったようだ。しかも、 俺がいつも利用している路線だ。もし今日休みでなかったら、巻き込まれていたのでは。そう考えたら、背中がゾッとする。テレビでは、犠牲者の名前が読み上げられていた。そして、一人の名前を聞いたときに、全身の血が凍るような感覚を受けた。彼女の名前がそこにあったのだ。 ひょっとしたら同姓同名かも。俺は祈るような気持ちで彼女の携帯に電話をかける。だが無情にも。おかけになった電話番号はお客様のご都合により。何度も何度もかけても彼女の携帯には繋がらない。全身に絶望が襲いかかる。そんな時に携帯が鳴る。彼女からだ。俺は慌てて携帯に出る。 しかし、電話の向こうは彼女の妹だった。もしもし、姉さん、死んじゃった。一番被害がひどかった。一両目に乗ってたみたいで、即死だったって。電話を切った俺は、放心状態でしばらく動けなかった。しかし、冷静になるにつれ、彼女のことで頭がいっぱいになる。 昨日まであんなに元気だったのに、今日電話で話したのに、今晩一緒に出かける約束をしたのに、膝から崩れ落ちると、俺はたまらず号泣した。避暑地の別荘。それにしても、あなた S 君と付き合い始めたってだけで、女を敵に回してるっていうのに、ちょっとは自覚持ちなさいよ。 はは。<laughs> この連休は彼と別荘で二人きりなんて、みんなにバレたら殺されるかもね。まったくもう。しかも避暑地だから、夏が過ぎたらもう誰もいないの。いいよ、二人だけの世界って感じ。もうシーズンオフみたいね。うるさいくらい涼むし泣いてるのが聞こえるわよ。あ、聞こえるそうなのよ。そっちはまだでしょ。ここはもう秋よ。まあね。ところで、 変な人とか、クマとか気をつけなさいよ。大丈夫だって。携帯も通じるし。あ、ちょっと待って。背中かゆい。ごめん。片手包丁で塞がってるの。ごめん。これから料理するところだったまあそんなところかな。いいの。もう半分は済んだから。忙しい時に電話しちゃってごめんね。なんか、彼の帰りが遅いから寂しくなっちゃって。 いいのいいの。じゃあ、また後でね。変な日記。今日、友人が死んだ。友人は原因不明の病でずっと苦しんでいた。友人のだんだん安れていく姿を、僕は見ることができなかった。僕はとても悲しくて悲しくて、 葬儀の途中みんなの前で泣いてしまった。そんな様子を見てか、友人のお父さんが僕に、君、息子の友達の A 君かいと、ひどくやつれた顔で聞いてきた。友人の妹もやつれていた。ただ、友人のお母さんはやつれていなかった。お母さんは本当に強いな、と思いながらも、はい、そうですが。 と聞き返した。実はね、この日記息子の遺品なんだが、息子が、この日記を君にと。そう、なんですか。そう言って僕は、友人の日記をもらった。そして、家に帰って日記を見てみると、それは変な日記だった。1月8日、桜がきれいに散る。 僕もいつか散るのかな。1月21日、母さんが椅子を買ってきた。センス悪。る。5月14日、妹が牛の真似をした。もう、って何回も何回も売ってて受けた。3月17日、桃が食べたいな。ああ、かっことね。9月12日、小さいと思っていた妹が、 もう百四十センチになるって。成長早いな。六月二日、父さんとたくさん話した。はあって感じの会話だったけど、楽しかったぜ。七月六日、父さんってのんべえなんだよな。今日も飲むのかな。二月十八日、俺の担当医の安倍さん、今日誕生日だって。 僕はあと何回迎えられるのかな。12月10日、母さんって道端で配られてるただのものをよくもらう癖があるんだよな。5月15日、うさぎ買ったんだって、僕も触りたいな。3月3日、任天堂が新しいのを発売、聞いてねえよ、欲しい。11月4日、僕、 まだ生きてるんだな。心臓のドクドクの鼓動で、いつもそう感じるんだ。1月19日、妹に髪をブラッシングしてもらった。恥ずかしかったけど嬉しい。9月9日、レタスが朝ごはんで出た。俺嫌いなんだけど。12月13日、イライラする。今日、父さんたち来れないんだって。 3月16日、今日テレビで飛びを特集をしていた。面白かったぞ、意外に。8月1日、新しいゲーム買ってもらった。ハラハラする。5月20日、ナス、うまいよな、それだけ。7月11日、チッキショー、漫画売り切れてたって。4月7日、 そういえば最近入院してきた小さい子、ママあってうるさい。9月5日、苦しい。A 君にすべてを託します。だって、内容は普通だけど、日付がおかしい。なんだろう。幼馴染からの手紙。 俺と結城とアズの三人は、小さい頃からの幼馴染みだ。三人の親の仲が良かったので、家族ぐるみでの付き合いをしていた。俺たちは中学二年生の時、アズの母親が交通事故で亡くなった。アズとアズのおじちゃんは、とても泣いていた。しばらくすると、アズは、しばらくすると、 アズはアズのおじちゃんの実家に引っ越していった。それから一年くらい経った頃、アズから俺と結城宛てに手紙が届いた。俺と結城へ。楽しい季節もあっという間に過ぎますね。私は元気です。けれど、こっちの生活にも慣れないといけなくて、ちょっと大変。そういえばあの秘密基地、人間が三人入れたよね。あと猫。 ロックって名前だったね。ちっちゃくてさ。連絡あまり取れなくてごめんね。また送る。PS。ちなみにこの手紙は、父と一緒に書いています。また会いたいな。アズ。手紙を読み終わった後、結城が疑問ありげな顔で、もう一度手紙を見せてくれと言った。手紙を渡すと、食い入るように読み、 やばい。と言った。俺ももう一度手紙を読み、理解した。すぐに両親に事情を話し、急いでアズの元へ向かった。